皆さんこんにちは。本日私たちは那須高原に来ております。今回泊まるお宿のご紹介です。フォレストヒルズ那須、こちらにやってまいりました。フロントがこちらで、手続きをして中に入っていきます。緑がたくさんあって気持ちのいい場所ですね。宿泊施設はコテージ形式です。インフォメーション、ハロウィン前なのでハロウィンの装飾が可愛いですね。広くて迷っちゃいそうだよ。こちらがレストラン、少し探検してみましょう。空気がひんやりしていて気持ちいいです。これは夏来たら最高なんだろうな。今9月の末ですが、ちょっとね寒いかなって心配したんですけど、それほど寒くはなく良かったです。独立型のコテージ、今回私たちが泊まるのはグランピングなんです。なのでまだこちらではありませんね。今回実はこちらのフォレストヒルズ来た理由が招待なんです。毎度おなじみ鳥取ベースで私が応募して採用していただいたインスタグラムの企業案件です。すごく楽しみに来ました。今回はねニーニーが都合合わなかったのでバーバと一緒にやってきました。タイガくんも一緒です。今タイガくんはバーバが見てくれてます。お馬さんがいますね。ポニー、ヤギさん、あ、ヤギさん、ヤギさん、お出迎えしてくれたヤギさんかわいい。ポニーちゃん出てきてくれました。あ、そっちにもいた。2頭いるんだ。あ、こっち来たこっち来た。あ、すごい髪の毛というか縦髪がカットされててかわいいじゃん。噛まない、噛まない、怖いね、怖い怖い髪の毛がおかっぱみたい。目が結構こう両側に寄ってるんだね。あ、お金、お金もこちら、おやつが、うん、ヤギとポニーのおやつ300円で売ってます、うん、あ、これをもらいたくて寄ってきてくれたんだ。フロントの前にお店屋さんかな、コンテナハウスみたいな感じで。そうですね。おお、無料フォトスポット、無料勝手に撮っていいんだ。後で撮らせてもらう。あ、ハロウィン仕様になってる。こっちがお店だね。おやつとかおもちゃとか売ってるんだ。そして最後は食べ物だ。人間用のビールとかワンちゃん用のも売ってるのかな。下の極みが見えましたこのバーニーズがサイズ感が結構リアルですね。こちらがメインの通りですね。こちらを通ってドッグランに向かいます。屋根付きドッグラン入ってきました。タイガくん大喜びです。お喜びで遊んでます。ちょっと下がぬかるんでますね。雨降ったのかな。ベンチがあったり、可愛らしい、なんかちょっとアンティークっぽいピーターラビットかな、可愛らしいオブジェもあって、アジリティというか坂ですね、うん、これだけ広ければ走り回れますね。そしてこちらにはヤギさん、ヤギさんヤギさん、あ、2頭いるんだ。下にもいた、ヤギさんいた。いや、タイガーくん、タイガーくんいました。これならゆっくりできますね。お客さんはマックス何組ぐらいになるんだろう。あ、ヤギと、ヤギに気づいた、ヤギに気づきました、タイガーくんやめて。こちらが今回泊まるキャンプグランピングエリアです。車ごと入ります。
このように3つずつキャンプとグランピングと分かれてます。右手がキャンプサイト、左手がグランピングサイト。フォレストヒルズ那須の中に入っている白星の森、ちょっと独立している感じですね。左手にナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーと3区画に分かれているのがグランピングです。キャンプはもう完全にエリアだけ囲いがあって、テント自分で持ってきて設営するんですね。ドッグランになってワンコがいるご家庭にはありがたいですけどね。6家族泊まります。私たちが今回泊まるのはこちらのナンバー2グランピング施設です。このような感じで、このタープにはバーベキューの準備がされています。もうバーベキューの道具だったり食材も全部冷蔵庫に入れられてます。朝ごはんのホットサンドも入っているそうです。テントの中はこんな感じ、広々してますよね。マットレスとお布団も敷いてあって、セミダブルのマットレスかな。天井が結構高いので圧迫感がない。火起こしに成功しました。今薪に火がつきました。バーベキュー始まりました。とっても美味しそうです。火力が結構強い。夜のライトアップがすごく綺麗なんですよ。もう一種のイルミネーションですよね。入り口こんな感じ。平日で宿泊客も少ないから、なんかすごい幻想的な感じがします。ハロウィンのね、飾りが闇に浮かんであちこちにいます。ちょっと怖いでしょ。入り口入って右側に小さな小型犬用ドッグランありました。夜でも明るいですよね。すごい可愛いの。ここが一番可愛いドッグラン。ハロウィンの飾り付けもあったりして、ここ側に見える建物がレストランですね。この先のキャンプグランピングエリアに向かう道もね、たくさんの電球が輝いていてめちゃくちゃ綺麗です。明かりもね、 LED っていう真っ白の明かりじゃなくて優しい明かりなんですよね。そして何よりね、びっくりしたのがこの高校とまばゆい明かりを放ってる、なんかどっかの野球場ですかみたいな。こちらがねドッグランナイター設備がすごいですよね。こんなナイター設備を整えたドッグラン、私は初めてです。サッカーか野球かできますよね。大学独り占めしてる。一番大きいドッグランです。大学嬉しそうです。うわー広いですね。ここが夜中、ナイターの明かりで光光としてましたね。小型犬用ドッグラン3つ目ですね。これで全部かな。あとは私たちが泊まっているキャンプサイトはもうそのキャンプのテントを張っているエリア一帯が自分たちのエリアで柵で囲われているので、この小型犬エリアのドッグランの倍まではいかないけど倍近くありますね。なのでドッグランにわざわざ出てこなくても済む感じでした。ハロウィンが可愛いですね。夜のねライトアップもすごい素敵で、夜の方がホテルの方はおすすめだって言ってましたね。とっても楽しめました。それでは今回の動画はフォレストヒルズ那須グランピングのご紹介でした。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。